上田慎一郎監督作品夢見の反省から松本穂香さんですありがとうございます、えー、え「夢見の反省で夢見役を演じさせていただきました松本穂香ですまあ、3人の監督がしっかりこういいことを話してくれた後でキャストはどうすればいいんだろうって結構ちゃんと話した方がいいのかなと <laughs> いろいろ考えながらいやでもそうですねこう本当に素敵な 企画に参加することができて幸せだなと思いますし、今もこう皆さんとこの場に立てていることはなだろうな当たり前のことじゃないなといろんなことを感じながらえ幸せな気持ちでいっぱいです。大変な状況の中足を運んでくださって今日はありがとうございます。最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。なんかもう撮影に入る前にここのシーンのイメージとかまあ衣装合わせの段階で。 ななんとなくこう共有しながらだったりまあモデルになる映画があったりしてあとはまあバーチャルプロダクションっていうのを今回使ったので毎回毎回そのシーンによってそのもう場所の雰囲気がガラッと変わるので同じスタジオではあるんですけど後ろの映像が全然変わったりしてまあだからそこに合わせてもう毎シーン毎シーン全然違うからこそ。 なんかやりにくいっていうことはあまりなかったです。ね